高柳あかねは、日本のタレント、舞台女優であり、女性アイドルグループ SKE48 と NMB48 の元メンバー。チームキーでは2014年までリーダーを務めていた。愛知県名古屋市出身。ABEX マネジメント所属。2009年3月29日、SKE48 第2期メンバーオーディションに合格し、翌4月25日。 神公演予定初版の事情により、神公演にならない場合もありますので、ご了承ください。において、チームキーのメンバーとして初披露。同年6月13日に、SKE48 チームキーファーストステージ、会いたかった公演で、劇場公演デビュー。2010年3月24日発売の、SKE48 セカンドシングル、青空片思いで、初めて選抜メンバーとなる。 同年6月9日に実施された a k b 4 8ィー t h シングル選抜総選挙では35位に選出された。同年6月10日よりチームキーのリーダーに就任。2011年5月から6月にかけて実施された AKB48 にセカンドシングル選抜総選挙では23位に選出された。2012年3月25日、業務連絡。 頼むぞ、片山部長。イン埼玉スーパーアリーナにおいて、アックスから、エーベックスエンタテインメントへの移籍打診があったことが、発表され、同年7月11日に移籍が正式に決定した、ことを報告した。同年6月6日に実施された、AKB48 にセブンスシングル、選抜総選挙では24位に選出された。2013年4月6日に、 東京 FM で、高柳あかの暗黙の了解、同年11月20日には、BS 富士で、高柳あかの、翼をくださいが、放送開始となり、テレビ及びラジオで受信初の冠番組となった。同年6月8日に実施された、AKB483 セカンドシングル、選抜総選挙では23位に選出された。 2014年1月、SKE48 と、ギャラクシーによる、新ユニット、ギャラクシー・オブ・ドリームズが結成され、メンバーに選出された。同年2月24日、AKB48 グループ大祖閣祭り時代は、変わる。だけど、僕らは、前しか向かねえ。のチーム再編で、NMB48 チーム B を兼任することが、発表された。 同年2月28日、SKE48 メンバーでは初めてとなる個人ホームページが所属事務所により開設された。同年3月8日より、東京 FM、高柳あかねの暗黙の了解プレゼンツ発。写真展、高柳あかね、チュリカメラ展、インサンシャイン60展望台を開催。 同月18日までの開催期間中の来場者数が1万3000人を超えた。同年4月5日、埼玉スーパーアリーナで行われた AKB48 グループハルコニン,ン埼玉スーパーアリーナ思い出は全部ここに捨てていけ。NMB48 単独コンサートにおいて NMB48 メンバーとして初出演。同年4月22日、 NMB48 チーム B3rd ステージ坂上がり公演で NMB48 劇場に初出演。同年6月7日に実施された a k b 4 8 3ブ t スシングル選抜総選挙では31位に選出された。2015年5月22日 NMB48 チーム B 坂上がり公演での高柳明音を送る会をもって NMB48 としての活動を終了。同年7月18日公開の映画、条例探偵で映画初主演となった。同年6月6日にかけて行われた、AKB484 ファーストシングル、選抜総選挙では14位に選出され、初めて選抜入りとなった。同年10月5日、劇場デビュー7周年記念特別公演において、 SKE48 内のユニット、トランジットガールズのメンバーに選ばれる。2016年4月21日、生体結節の手術を受けたことを明らかにする。同年6月18日に実施された、AKB4845 スシングル、選抜総選挙では20位に選出された。2017年4月、ABEX グループホールディングスから、 エーベックスマネジメントへ転籍。同年6月17日に実施された AKB4849th シングル、選抜総選挙では15位に選出され、2年ぶりに選抜入りした。2018年6月16日に実施された a k b 4 8 5 t サードシングル世界、選抜総選挙では18位に選出された。2019年10月5日未明の、 SKE48 劇場でのミッドナイト公演において SKE48 を卒業することを表明した。2020年3月15日に横浜アリーナで開催が予定されていた卒業コンサートは新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となったが2021年2月23日 YouTube ライブ及びショールームで配信された。 番組内で卒業コンサートの日程が4月10日に日本外資ホールで開催されることが発表された。卒業コンサートを控えた4月4日にはオールナイト日本ゼロでパーソナリティを担当。同年4月10日、卒業コンサート SKE48 アリーナコンサート E 日本外資ホール私の兆し皆の兆しあかね祭りだを開催。同月27日に SKE48 劇場で卒業公演を行った。30日をもって SKE48 を卒業した。SKE48 名義、NMB48 名義、AKB48 名義、SKE48 名義、NMB48 名義、AKB48 名, AK 名, AK 名義パチスロ、AKB48 勝利の女神。 SKE48 名義チームキーファーストステージ、会いたかったチームキーセカンドステージ、手を繋なぎながら、チームキーサードステージ、ラムネの飲み方チームキーフォースステージ、シアターの女神。チームキーフィフスステージ、ラムネの飲み方チームキーシックスステージ、レースターと NMB48 名義チーム、B サードステージ、坂上がりチュリカメラ店高井柳が撮影した写真の展示会。 チュリカメラ店では、主に SKE48 のメンバーや鳥を写した写真を展示している。ありがとうございます。